はい、山形県酒田市のバイク屋鈴木モータースです。今日はですね、こちら入会いたしました KTM デューク690cc のデュークですね、690デューク R というモデルになります。690デュークの一つ上のグレード R がつくモデルになります。こちらですね、買取で入庫いたしました。ありがとうございました。でですね、こちら普通の690デュークと何が違うかと言いますと、 R がつくとですね、何が違うかとすごいいっぱいいろいろ違うんですけども、まずは足回りが、普通のデューク690もホワイトパワー WP のサスペンションなんですけども、ですね、それの中のフロントとリアのバネレートや内部のダンパーを変更して、よりきっちりとしたこう腰のある足回りにしたのがこの R のモデルですね。でフレームなんかも違ったりとかでですね、吸排気も変わっております。純正と比べて吸排気も変わっております。このですね、アクラポビッチも、純正で、裏から見るとですね、 KTM って研究がピントされてるんですね。ここに見えますかね、 KTM デュークって KTM って書いてるんですね。でこういう風に吸排気が変わっていたりとかですね、ここはクリアカバーになっていて、いかにもレーシーな感じですね。で、KTM の純正オプションパーツを、KTM のパワーパーツって言ったりするんですけども、これはですね、最初からこういう KTM パワーパーツのシートが付いていたりとか、シングルシートだったり、こういうですね、エンジンガード、点灯時にエンジンやラジエーターを守るエンジンガードも、オプション品で付いております。で、あとはこの三つ股ですね、かっこいいですね、このオレンジ、アルミで削り出しでアルマイト加工でオレンジ色になっている、この三つ股もトップブリッジもオレンジでいう風になっていたり、あとはですね、フロントのアクセルのガード、そしてリアのアクセルのガードもこれ、純正のオプションパーツで最初から付いております。で、リアキャリパーもフロントキャリパーも、ブレンボのモノブロックキャリパーが標準で装備されております。でシートもですね、かなり高めに設定されてて、で前に座るとこう踏乗りができるような感じの高さのシートだったり、後ろにこう座ると、バケットになってたりしてこう包み込んでくれるっていうような、感じですね。足回りもやっぱり R なので690デュークと比べて少し硬いような気がします。でこうまたがってみると分かるんですけども、690デュークに比べて最初から5センチほどですね、バックステップ気味になっているみたいです。ステップが、バックステップ気味に純正になっております。シートもかなり高めですね、僕182センチなんですけども、まあ足が短いのでそんな感じなんですけど、まあこんな感じですね、またがると、はい、690cc の単気筒というすごい、トルクフルなマシンですね、下からパーンとパンチの効いた、モタードの最強バージョンみたいな、そういうような感じですね。でこれは KTM のオプションの、リアキャリアもついておりますっていうような感じで、かなり、レーシーな感じのデュークですね、690デューク R。でこれがですね、年式的に言うと2013年式になります。で、走行距離が6823キロ、地下走っておりません、ワンオーナー車です、ワンオーナー車で、6823キロになります。立ちこけ転倒傷一切ありません、ノー傷です、ノーダメージ。そうなんです、すごい綺麗なんです、これ極上車でワンオーナーで、で車検もですね、たっぷり30年、来年の6月まで、ついております。ごめんなさいね、ちょっと早く路面乾いて暖かくなって試乗したいんですけども、かなり、下からトルクの効いた半端じゃないマシンだと思います。ですごい軽いですよこれ。先日1290が入荷したんですけど、それからも全然軽いし、ですね、馬力も、その SS みたいにその上の伸びはないんですけども、下のトルクもものすごいので、すごい
面白いと思います。でストリートからワインディングまでこなす、ツーリングもこなす、ポジションも楽ですね、かなりいいと思います。はい、1290のスーパーデュークアルカですね、先日 YouTube を見ていただいた方からお問い合わせをいただきまして、無事ご制約いただきましたので、うちに残っている KTM ももうこの時代にあります。ぜひぜひお問い合わせをお待ちしておりますので、まあ、写真もうちょっと最後欲しいとかがあれば全然送りますので問い合わせをお待ちしております。車検は来年の6月までついておりますので免許変更だけですぐお乗りできます。はい、こんな極上マシンなかなかないと思いますよ。無転倒ですよ、無傷ですよ。まあその走行に伴ってちょっとした小傷ありますけども、転倒によるダメージは一切ないという極上車が入港いたしました。ぜひお問い合わせをお待ちしております。KTM690 デュークRのご紹介でした。